呂布は曹操討伐を決意、軍議を開き対策を練った。これより先、曹操は呂布軍の侵攻に備え、巨匠から本拠行に至る皇帝に堅牢な堰を設置、徐州に精兵を置き、側面から巨匠を伺っていた。呂布軍は曹操の軍事基地である可否を落とし、そのまま北上、背後から行をつかんと巨匠を進発した。その頃、曹操の本拠行では、呂布が可否に進軍しているとのこと、願わくばそれがしに守備を任せていただきたい。可否か、貴様にとって因縁の地だな。はっ。降伏、ふざけるな。ここで切り死にするまでよ。呂布を逃がし自らは死を選ぶか。だが追ってはすでに呂布を捕らえておるぞ。案ずるな。貴様が下れば追っては引かせる。どうだ。くそ。わしが主に値せぬならいつ去ってもよい。わしは貴様の才が欲しいのだ。ふん、好きにしろ。貴様は望んでわしに従ったのではない。それなのになぜ呂布と戦う。そう、上昇の天下を信じてみたくなった。それだけのこと。よかろう、可否を任す。だが呂布を撃てるか。命に代えても。こうして再び可否の地を踏む日が来ようと。最強の武は天の定めた命数さえ覆すのか。長領、貴様わしを超えられるとでも思ったか。長領、もはや勝敗は決した。矛を捨てるか。それはできぬ。呂布殿、お相手を。わしと武を競う、面白い。やるようになった最強の武人に撃たれるなら悔いはない。さらば、長領。わしが恐れたただ一人の男よ。
気だ。なんだ。申し上げます、味方より集結していただきたいとのこと。ここが貴公の墓となる。何やつ。これからはここの時代なのですよ。小細工ばかりのネズミが。副兵か。ちょろちょろ小細工ばかり浪士おって。戦に小細工も大細工もないのです。勝利こそ全て。最後に勝った者が正義。敗者はただのクズ。敗者がクズと申すか。ならばクズとは貴様のこと。我が部に敗北はない。劣勢で強がりを言う。証明してやるわ芝居。我が部を前に這いつくばれ。バカな。諸葛亮に続きこの私まで呂布に敗れるとは。部は知略を凌駕するというのか。信じらんで。貴様が後の世の災いとならぬよう息の根を止める。呂布は曹操を倒し天下をその手中に収めた。だが宮廷の玉座に呂布の姿はなかった。天下を平らげてなお戦に身を投じる。レキ、これでよかったのか。それが父上の進む道ならどこへだって行くよ。それが私の幸せだから。そうか。ならば共に最強の武を極めようぞ。どこまでもね。